福岡県では、昨日新たに292人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。19日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。新たに感染した人の内訳は福岡市で131人、北九州市で26人久留米市で13人、その他の地域で122人です。 80代の女性と90代以上の男性合わせて2人の死亡も発表されています新規感染者は先週の日曜日と比較して296人減っていて19日連続で前の週の同じ曜日を下回っています福岡市では南区の介護施設で29人東区の保育園で10人の感染が確認され新たなクラスターに認定されています